信じてよ。10年ほど前の体験談。その当時僕は学生で厚木に住んでいました。大学の友人 4,5 人と駅の近くで遊んで、そのまま山のふもとの僕の家に来ることになりました。時間はだいたい夜中の1時を回った頃、僕の家に向かう途中に当時〇〇という超大型スーパーがありました。夜になると真っ暗で、だだっ広いそのスーパーは虫捕りの青白いライトに照らされて薄気味悪かったんですけど、そのスーパーの手前あたりでひょんなことから怖い話になって、友人の一人が幽霊なんかいないよって言い出したんですよ。さらにその友人が冗談で、そんなものがいるなら今出てきてみろよ、そう言ったんです。その友人がそう言うや否や、スーパーの地下駐車場の方からにゃーという猫の叫びと人の言葉の中間のような女の子の叫び声が聞こえたんです。その声は地下の駐車場で反響して、その場にいた全員が何が何だかわからないパニック状態に陥ってしまい、瞬間的に皆全速力で走り出していました。何十メートルも全員無我夢中で走って、だいぶ来たあたりで赤信号で足止めされたんです。みんなぜいぜいしながら、中にはパニックで泣き出す子も出る始末。そんな信号待ちをしている僕らのそのすぐ真後ろで、信じてよという女の子の声がしたんです。もうみんな再びわめき散らして、車も通っていなかったんで、そのまま道路を渡って全速力で僕の家まで走り抜けました。その日は全員男女もなく、みんな集団催眠のように涙を流しながら、なんとか寄り添って寝ました。そして次の日、幽霊なんか信じないと言った友人が自宅に帰って家電の留守録を再生すると、ちょうど夜中の1時頃メッセージが一件入っていたそうです。友人は怖くて聞かずに消去してしまったとのことでしたけど、何が録音されていたんでしょうね。ちなみに、その時一緒だった全員は、未だに特に何も悪いことには巻き込まれてはいません。帰ってくるノック。私が小学校低学年の時の話なんだけど、今でもよく覚えている。共働きだったりする親が学校から帰った小学生を預ける、そんな学童保育というものがあった。私は一年間しか通わなかったんだけど、今でもまだやっているみたい。その学童保育は土日以外なら夏休みでも冬休みでもやっていた。で、8月の夏休み中、
私はその学童保育に通っていた。福祉センターと一体化している学童保育所には、図書館やら何やらといろんなものがあって、毎日行っても飽きなかった。その日はとても暑かった。私は A と B と C と一緒に部屋の中で遊んでいて、かくれんぼをしようということになった。鬼はじゃんけんで負けた A。他のみんなは全員散っていった。福祉センターは3階まであって、そのうちの1階の半分が学童保育が使っている。でも私たちはそんなことは構わないで、中には3階まで行って隠れる者もいた。私はあまり遠くまで行くと大変かなと思って、スタート地点と同じく1階にある図書館に隠れた。ちょうど椅子と机の影になる狭い場所で読みたかった漫画を読んでいた。漫画を一冊読み終わる頃になっても、A の声も姿もない。上の階を探しているのかな？そう思って二冊目を読み始めたその時、A が後ろに立っていた。ああ、見つかっちゃったか。どうしたの？ A。ねえ、ちょっと来て。私は不思議に思いながらも A についていくことにした。向かった先は3階だった。階段を上がったすぐ前に物置のような部屋がある。非常通路があるため、外から3つの面が見える。そのうち二つは大きなガラスがはめ込んである。中が丸見えなのだ。A は私をその部屋のドアの方に連れて行った。中に入るドアの方からは角のせいで階段も非常通路も見えない。この中に誰か隠れてるの？そう言って A の顔を見ると、何か怖いものを見たような顔だった。このドア、ノックするとさ、帰ってくるんだ。え？私は A の性格から考えて、どうせ騙そうとしているんだろう、そう思った。で、面白半分にノックをしてみることにした。コンコン。コンコン。ノックが返ってきた。どうせ誰か隠れているんだろうと私は思ったんだけど。A は私の肩に手を置いて、今にも逃げ出しそうな顔をしている。一旦 A と一緒にガラス窓から中を覗いてみたのだが、ドアの周りには人影はないようだ。ねえ、一旦戻ろうよ、一階に。ちょっと待って A。 私はもう一度ドアの前に行った。部屋の中に入ってみようと思ったのだ。怖かった。ガラス窓を覗いて人気がないのを見て、私もだんだん怖くなってきていたのだ。ごく息を呑む音が妙に響いた。ドアノブに手をかけた。その時背後から声をかけられた。うわ。私と A は驚いて声を上げた。
声をかけてきたのは掃除のおばさんだった。ちょっとあんたたち、学童保育の子だろ？3階には来ちゃダメだよ。さっさと戻りな。でもこのドア、ノックすると帰ってくるんです。え？ここはただの物置だよ。そう言うとおばさんは急にドアを開けた。ガチャ。中には特に何もない。ほら、さっさと行きな、バカバカしい。そう言い残して、おばさんは階段を降りていった。私はおばさんのバカにしたような言い方に腹が立った。なんなのあれ？ドンと私はドアを蹴った。すると、はは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 と笑い声が返ってきた。これには私も A もかなりビビってしまって、ダッシュで階段を駆け下りた。一階まで来ると、ちょうどトイレに隠れていた B と C が出てきた。ということは、あの部屋には B も C も隠れていなかったのだ。私と A は凍りついた。後から聞いたのだが、あの福祉センターが建っていた土地には昔小学校があったそうだ。その小学校は火事で焼けてしまって、福祉センターはその跡地に建てられたそうだ。泣ける。イブの夜、俺は一人ぼっちでいることが嫌なばかりに、友達に無理なお願いをして、友達とその彼女、その彼女の友達とカラオケボックスにいた。友達から少々うざがられながらも何曲か歌い終えて、ほどよく酔いも回ってきた頃、突然隣の女が、ねえ、目を閉じて。俺は内心ドキッとして、周りがヒューヒュー囃し立てる中、なんで？そう言いながら目を閉じる。やった、うまくいったら俺にも彼女ができるかもしれない。来年は一人で寂しい思いをしなくても済むぞ。その後その女に、ねえ、耳も閉じて、と言われて、ドキドキしながらそれに従う。しばらくそのまま、期待を胸にじっとしてみるが、十数秒経っても女は何も仕掛けてこない。まったくじらしちゃって、俺怒っちゃうよ、と、酔いの勢いでお茶目なセリフを吐くも、それでも女は何の行動も起こさない。俺は、なんだよもう、と、笑いながら目を開けた。みんな、帰っていた。